人は様々な夢を見る。闇夜の静寂の中、心の奥底で夢を見る者は目覚めてその虚しさを思い知る。起きて夢を見る者は危険な輩、必ずや夢を実現しようと行動するからだ。それが私だった。手を挙げろ。やってて楽しいか？面白いジョークだ。温かい歓迎だ。 OK です。すまんな諸君、常に油断は禁物でね。あんたがタロボットか？ミスター・サリバン、それにミスター・ドレイク。そうだ。持ってきたか？先に金を見せてもらおうか。カッター、全額揃ってる。では指輪を。本物か確認させてもらう。もちろん。銀だな。16世紀でエリザベス様式のデザイン、フランシス・ドレイク卿のモットーが彫ってある。これはどうやら本物のようだ。本物に決まってるだろ。一つ聞きたい。どこでこの指輪を手に入れた？知ってどうする。これでクライアントもご満悦だ。ちょっと待て、サリー、これは偽札だ。ミスタードレイク、保証しよう。お前の言う通りだ。サンドル札ぐらい分かりやすい偽札だ。こいつは一体どういうつもりなんだ？それはこっちが聞かせてほしいが。やってらんねえぜ。取引はなしだ。あんたクライアントに言うんだな。自分の責任だって。行こうねえと、こんなとこおさらばだ。お前たちに選択する権利などない。指輪を渡して金を持って紳士らしくこの場を去るんだ。今のうちにな。おとなしく言う通りにしろ。こそ泥目。私がか？じゃあ君たちは何だ？くい。それで全力か？俺がやる。かかってこいよ。俺の相手になる。かかってこい。くそったれ。いやいな。来いよ。休んでる場合か。よし、てめえは終わりだ。ほら、行こうぜ。なんだよ、でかいの。
任せろ。よし、今だってやれ。ねえ、ジジイ、やめとけ。やれ。てめえ、こぼしたぞ。それ、おごりで。いい加減にしろ。許せねえ。やっちまえ。プライベートパーティーか。参加していいのか。そうやったぜ。やっちまえ。俺だけだ。何やってんだ、ねえ。おい、あっという間に乱闘になっちゃったな。ねえ、どうも。はい、終わり。まったく、汚ねえな。来いよ。よし、少し休憩させてくれ。よし、もっとやってやる。怪我は？心が折れた。おい、行くぞ、ネイト。裏口から出よう。やっちまえ、じいさんを捕まえたぞ。俺でどうだ。ネイト、行けるか。なあ、行くぞ。まだまだほら食い。生意気なアメリカ人民、口ほどにもね。待て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 、水さんもいい。そうだろう、じいさん。おい、動くな。ごきげんよう、ビクター。ケイト。相変わらず可愛いお弟子さんとお宝探し。そんな年にまでなってみっともないわね。あんただったとはな。雨に濡れるとお化粧が落ちるぞ。相変わらず身の程知らず、怖いもの知らずのようね。あなたが本当に恐れているものは何？銃も血も怪我も恐れない。むしろそういうものに興奮する。違うかしら。死をも騙す男、いっそ。やめろ。サリバンさん、大事なお弟子さんを傷つけたりはしない。私は欲しいものを手に入れるだけ。返せよ、このまま。勝った。なあ、おい、うるせえ。このバカ者。なんでです？ただのゴミでしょ。ご主人様、すぐにここを去らねば。こんな間抜けなコンビはいなくなって当然だ。でしょ、